インジェラはエチオピアで主食として食べられている食品である。起源は古く、資料の中には、紀元前100年には、すでに存在していたと記すものもある。本来は、エチオピア北部の高原地帯で作られてきた食べ物であり、19世紀末のエチオピア帝国の拡大に伴って、エチオピアの南部地域にも広まっていった。インジェラを焼くベタイスラエルの女性。 稲科の穀物であるテフの粉を水で溶き、その後、おおむね3日間かけて発酵させて、生地とし、これを巨大な鉄板で、薄いクレープのように片面だけを焼き上げて、インジェラは作られる。なお、発酵した生地にできる黄色い上澄み液は、イルショと呼ばれ、一部は次に、インジェラを作るときに再利用される。トウモロコシ、ソルガムを材料として、 インジェラを作ることも可能だが、テフで作ったものの柔らかな手触りと独特の食感が、エチオピアでは特に好まれている。テフで作ったインジェラの独特の食感は、スポンジやタオルにも例えられている。また、エチオピアの一般の家庭では、テフにトウモロコシと大麦の粉を混流したものが、材料として使われる。焼きあがった生地に開いた多くの穴は、アインと呼ばれ、 穴の数の多さがインジェラの出来を評価する要素とされる。焼き上がりの色が薄いインジェラが上等のものとされるが、濃い色に焼き上がったインジェラの方がより豊かな風味を持つ。また、完成したインジェラには乳酸菌も作用するため、乳酸菌による発酵食品独特の匂いと酸味が出る。発酵にかけた時間が短ければ、 かんばしい香りがする甘い生地に仕上がり、これは主に農飯器などの時間がない場合に作られる。逆に、発酵にかけた時間が長すぎると、酸味が強くなり、一般には失敗とされるが、酸味の強いインジェラを特に好むものもいる。なお、エチオピア以外でも、例えば、エチオピア料理店などでもインジェラは供される。発酵の進む速度には、その場所の温度や湿度が影響するため、 発酵させる日数は見た目や味の好みの他に、その土地の気候や季節により異なる。参考までに、冬場の日本では1週間程度かかるという、インジェラと数種類の煮込み。エチオピアとエリトリアにおける代表的な料理。完成したインジェラは冷ました状態で食され、植物を編んで作った台に乗せて供される。 インジェラには様々な種類のワットをつけて食べる。インジェラは朝昼夜の3、3食以外に間食としても食べられており、その際にはバレバレと呼ばれる辛味の強い調味料などをつけて食べられる。また、インジェラは料理を乗せる皿の代わりとしても使用される場合がある。なお、乗せていた料理をすべて食べた後、皿の代わりにしていたインジェラも食する。 こうしたインジェラの食べ方を見たものからは、ナイフとフォークの代わりにもなるパンに例えられる場合もある。なお、大勢で大きなボンを囲んで料理を食べるときには、親愛の感情を示すために互いにインジェラを食べさせ合う習慣が存在し、この習慣はマグロスと呼ばれている。親族や家族の集まりでは、最年長者がインジェラを小さくちぎり、順番に与えるしきたりである。 ありがとうございます。